楽しそうですね。そうかい。あなたは戦いから退き、子供たちの力に、新しい命を未来につなぐ仕事をしているのですね。大げさだな。戦えなくなったあなたは決して弱い人なんかじゃない。それはあなたが当たり前の人だったから。私が代わりに戦います。あなたや子供たちに代わって。もうここにいたら行けない。君も仲間のもとへ帰るんだ。あなたと一緒じゃないと帰れない。私は絶対に諦められない。やっと見つけたよ、フィグ。リンゴ。アイオンにソウルハックするなんて相変わらず無茶ですね。全人類をソウルハックしようってのもかなり無茶だけどね、ヒグらしくない。いや、こういうのが良くなかったね。フィグらしいとからしくないとか決めつけて、そのせいでフィグにはいろいろ背負わせちゃった。ごめんフィグ。ううん、私も友人であるあなたを傷つけました。だからごめん。よかった、最後にリンゴと仲直りができて。何言ってるのフィグ。あなたは私と一緒に帰るの。手ぶらで帰ったらあいつらに殺されるよ。それはダメ。私はそれだけの覚悟でこの戦いに臨んだ。行動には責任が伴わなくてはならない。それに私は私なりにレイブンの思いに準じたつもり。やっぱりレイブンだったんだね、きっかけは。軽蔑しますか、個人的な感情に世界を巻き込んだと。別に、私の周りにはそんな奴ばっかりだよ。私がここまで来たのも結局は個人的な感情だし。
フィグが死んでもレイヴンは喜ばないよ。それくらいは私でもわかる。だから帰ろう。ここであなたの手を取ってしまったら、私はもう彼に顔向けできなくなる。ねえフィグ、この世界は私たちが思っていたよりずっと複雑で、簡単に生き方を決めるなんてできない。そう思った。同じことを考えている人なんて一人もいない。だから争いも起こる。今の私とフィグみたいにね。でもそのみんなが持つ違う輝きを綺麗だと思うなら、こんな結末じゃダメだと思うんだ。リンゴ、二人で、いやみんなで一緒に考えようよ。ちゃんと話して、時には喧嘩もしてさ。私たちはアイオン、次世代を担う超知能だもん。きっと答えを見つけ出せる。だから